ギルバート諸島地図ギルバート諸島は太平洋にある16の珊瑚礁の島及び干渉からなるキリバス領の諸島。ギルバート諸島にはヨーロッパ人が発見する数世紀前からミクロネシア人が住んでいこの諸島の最初の発見の記録は1765年ドルフィン号のバイロン司令官による南東部の島ニクナウの発見である。1788年には シャーロット号のトマス・ギルバート船長とスカボロー号のジョン・マーシャル船長がアパママ、クリア、アラヌカ、タラワ、アベアン、ブタリタリ、マキンを発見した。その後多くの船が中部太平洋の航海中にギルバート諸島を通った。アメリカ合衆国探検援征隊の2隻の船、ピーコック号とフライングフィッシュ号はハドソン艦長司令のもと何度もギルバート諸島を訪れ、 多くの時間を費やして、海図の作成に当たった。1892年5月27日、ロイヤリスト号のデービス船長によって、イギリスの保護領と宣言された。1916年、ギルバート諸島は、エリス諸島とともに、イギリスの植民地となった。1941年12月に開戦すると、イギリスとの間に開戦した日本軍は、 すぐにブタリタリ及びタラワに侵攻し12月10日には占領した。日本軍侵攻時、現住民らは部族意識を持ち、イギリスの植民地政府に邪魔されずに自治を行っていた。彼らは日本の支配下に入ることにも不満であり、日本はそれを変えられなかった。1942年8月17日にはアメリカ軍がブタリタリに奇襲攻撃を行った。これは、 第2海兵襲撃大隊の約220名の海兵隊員によるもので潜水艦2隻に分譲し島に潜入した。島を防衛する日本軍の第62警備隊マキン群派遣隊と交戦。日本軍は半数が戦死するなど大損害を受けたがアメリカ軍は翌日に撤退した。この攻撃は日本軍に島の防衛力強化の必要性を認識させた。 日本軍は1942年9月からギルバート諸島の守備隊を増強し、翌1943年中に、他のギルバート諸島の島にはほとんど兵力は配置されなかった。1943年11月20日、アメリカ第二海兵士団がタラワとブタリタリに進行し、占領した。そして、ギルバート諸島は1944年2月の、 マーシャル諸島への侵攻の拠点に使われた。1945年8月の第二次世界大戦。1971年に植民地は自治権を持ち、1976年から1978年にエリス諸島が分離され、1979年にキリバスとして独立しその一部となった。ギルバート諸島の主要産業は、 バナバ島とファニング島で採掘された鉱石からのン産肥料の生産である。加えていくつかの島では、ココヤシが栽培されている。ギルバート諸島の原住民は、ミクロネシア人で、マーシャル諸島、カロリン諸島、マリアナ諸島の原住民と多くの共通点がある。ギルバート諸島の島はほぼ南北に並んでいる。以下に、アルファベット順に列挙する。ありがとうございます。